アーチェリーアーチェリーは、弓で矢を追い、標的を狙う射撃競技である。英語のアーチェリーは、本校の競技や、弓道などを含めた、弓術一般の意味や、それで使う、武具、機材という意味である。日本語の要求は、本校のアーチェリーを含む様式の弓術や武具を意味し、弓道を含む和式の和弓と区別することもある。一本の矢を射る一連の動作を分解して理解する。 方法は何通りかあるが、全日本アーチェリー連盟では、弓道の射法発節にならい以下のように発節に分けている。スタンススタンスセットセットナッキング、ノッキングセットアップセットアップ、ドローイングドローイングフルドローフルドロー、リリースリリース、フォロースルー、フォロースルーこれらは日本独自の分け方であり、アメリカなどでハンティングが主流の国では、 精神統一をするといった考え方は一切ない。また体のパフォーマンスを向上させるため、運動生理学を考慮したフォームを採用する者も,もいる。そのため体格や筋力に合わせたフォームやテンポで打つ人が多い。例えば精度だけではなく、連射が上手かったり、歩きながら狙い撃つなどである。特にトレディショナルと呼ばれるタイプのアーチャーには驚くほど雑なフォームでありながら、 高精度で打てる人もいる。アーチェリーは非常に多くの競技形態がある。日本では主にアウトドアターゲットアーチェリー、フィールドアーチェリー、インドアーチェリーの3つが盛んである。その他にもスキーアーチェリーもある。以下に日本で盛んに行われている競技に関して距離別に概要をまとめる。もともとイギリスやアメリカではポピュラーなスポーツである。かつて 日本ではあまり知られておらず、全日本弓道連盟によって要求部として管轄されていた時代があった。現在でも日本ではアーチェリーよりも弓道の方が競技人口が多い。かつてアーチェリー用弓具を生産していた日本企業が事業から撤退し、現在は主に米国製や韓国製が使われている。2017年、西川正規製作所など、 東京都江戸川区の中小企業4社が2020年東京オリンピックでの使用などを想定して国産弓具の復活を目指すプロジェクト桜が開始された経験者 NPO 法人国際ホースバックアーチェリー協会青森矢部さめの国際大会プロジェクト桜江戸川町工場発東京オリンピックパラリンピックを目指して純国産アーチェリー弓具開発への挑戦 アーチェリー国産ユミグでメダルを、江戸川区の町工場4社、東京五輪向け開発、毎日新聞長官2018年1月10日。ありがとうございます。